トルコとシリアで起きた大地震の支援に役立ててもらおうと仙台商工会議所は会員から寄せられた570万円の救援金を仙台市に託しました仙台商工会議所の藤崎三郎介会頭が今月23日仙台市の郡市長に救援金570万円の目録を手渡しました 仙台商工会議所は先月22日から会員に募金を呼びかけ97社から570万円が寄せられました気持ちというものがこもったものが皆さんから錠剤としていただいているのであればそれが有効に使っていただければいいなということだと思います救援金は仙台市を通じて日本赤十字社に寄付され復興支援などに生かされます